っていきますか。また菅野選手か。菅野選手、山岡選手、菅野選手。いやー、しかも極まってますよね。結構強いですね。やばいな。次負けると下手したら勝率9割が落ちちゃうのかな。8割6分7厘とか。落としたくないですね。さあ来い。ケイ。いや本当西川さん早い。今のあたりで二塁まで走りますからね。まあ称号で電光石火ついてるんで走力89まで上がってるんですけど、それに盗塁とかがつくともう盗塁も結構甲斐選手とかでも全然余裕で走れちゃうんで、余裕かどうかはちょっと分かんないですけど、ただ二塁まで行くと菅野さんがタイピンチがついちゃうと。危ね、今の打つとこだった。早い。もったいない。ワンシームとか来ないですかね。うわ入ってる。うわ危ない、打つとこだった。今のカットだとしたら三振取られてますかね多分。やべ結構やっぱフルカウントってボール球きますよね。やばい、ああもったいない。ちょっと今のは予想してなかったですね。ちょっと頭からストレート抜けてました。しかもタイピンチついてるか忘れた。危ない、ついてない。よし、これは打ちに行かないともったいないですね。あ、おお、いや二塁、まあ二塁まで走ってもいいですけど、タイピンチがついちゃうんで、ちょっと、まあいいっちゃいいんですけどね、二塁だわ。やばい。でもこれは走るかな、走りますね。あ、タイピンチない。よし、これはチャンスですね。もったいない。どうしてもあれがね苦手なんですよね、スライダーが。しかもカット、うーおー今のはうまい。打ちった。スラカットは本当苦手ですね、やっぱり未だに。わかんないっすもん、あれは。鉄平選手、うわ僕も2枚ぐらい当たりましたかね、確か。まあ、ミキサーに混ぜちゃったんですけど、でもそのミキサーのおかげで確か山田選手のシリーズ2ですかね、当たっているはずなんで、確かですけど。まあダルビッシュさんもねキレつけてるんで、キレが出てくれるとだいぶ危ね、まあスライダーでも、まあ、今みたいな感じで打ち取りやすいんですけど、キレが出ないとね結構厳しいですね。やっぱり危ねー。今のボールは予想してなかったのかな。いやー多分お知らせとかでも来てないですけど、明らかにボール球が前よりも
飛ぶようになってるんで、まあそれは自分が打つ時も同じなんで、まあいいっちゃいいんですけど、前でも前回のボール球のその飛ぶあの変更があった時は告知あったんですけどね、今回ないですよね確か。いやそのストレートね、ストライクゾーンに欲しい。あカットじゃない、うわ、いやもううまいな、自分が下手なのかな、こうやばいもったいないもったいない、今のはもったいない、カーソルをものすごいミスった、はい、この回のファイターズ打線ですが4球で2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね悪いことじゃないんですけどね。そんなに、ああそっかそっか、ストレートストライクゾーンであんまり、最近勝負してくれないんですよね皆さん。こっからですね、こっから打ちますよ、はいフルカウントからのストレートはまあ大体打たれますね。ねえ、カットボールもう一回来るんじゃないかな、どうなんだろう、ワンシームか、ラッキー、あ、うわストレートの嫉妬、うわもったいない、うわタイミングが完全に今ので崩されましたね、なんかマジか、うーわやばい、だこの1点を最後まで守れるじゃないですかね。さあ最後はきっちりと締めくくりたい、ケイ、まあ、スラーブ意外と、まあ、次投げるんですけど、このインコースのスラーブこれボン打つ人多いんですよ、なぜか、なんでか分かんないんですけど、タイミング結構やっぱり早く打ってきますよね。どうしようかな、3球で狙いに行きますか、うお危ね、足早いなさすがに、あーどうしようかな、あここはフォアボールになってもいいだ、ああ危ない、 OKOK、まあ、今のフォアボールにしても全然いいかなって感じだったんで、まあどっちかっていうと、まあ、申告敬遠するよりかは、まあ、スタミナ少し使っちゃいますけど、まあ、ボール球で勝負していって、まあ運よく振ってくれればいいのかなっていうのはありますけど、外野前進のままだ、やばい、まあそこら辺はやっぱ読み合いですよね、ゲッツーを狙いに行くのに、まあ、申告敬遠使うのか、まあ、使わずにその打者で勝負していくのかとか、そこら辺はこう難しいですけど、いやどうしようかな、これとか意外と打たれないかな、スプリット K、 基本やっぱ球種が多い投手でいきなり使う、あの初めてそのバッターに使う、バッターじゃないな、その人に使う球種投げると、まあ、大体まあ、見てくる人が多いのかなっていうイメージではありますね。えい、危ねえ、
何本ヒット3本ああ見忘れた。で次は菅野選手なんで、ここはやっぱしっかり勝ちに行きたいですね。投手のその、まあ、先発5人いて、僕の場合はなるべく連勝できるように菅野投手、ダルビッシュ投手みたいな感じで、まあ、自分が自信ある投手を、並べておいてるんですよね。まあそういうのもまあうまく考えてやるのがいいのかなとは思うんですけどね。ピッチャー誰でしたっけ、秋山投手。あー地味にこの阪神の秋山投手ってなぜか打てないんですよね。あれなんでなんですかね。まあ、やっぱツーシームがそれなりに強いピッチャーっていうのはやっぱ打ちにくいですね。三馬選手とかそうですかね。あと阪神の福山投手でしたっけ。はい、まあ、本当打ちづらいんですよ。あ、これは安易だったかな。意味ないですね、今のボールは。これは打たないでっていう気持ちを込めて、ナイス。糸井さんもね、ファイターズの TS とかで、TS? とかで来てくれたらすごい嬉しいんですけど、あの新しいやつで。まあそれはいつになるか分かんないですけど、来るかどうかも分かんないですけど、欲しいですね。やばいな、なんかうまくいかないな。あーやばい、あーまあまあまあ。あーで、アーチストの選手とか、あとホームラン打たれそうだなっていう選手に関してはあまりストライクゾーンでは勝負せずに、どうですかね、弾道が低い選手とかパワーが低い選手とかには、まあ、ストライクゾーンでうまく勝負していってゲッツー狙いに行くとか、まあ、そういうのはいいのかなとは思います。あれ忘れると外野抜けてくんで、やばいなやばい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 ぞ。やばいぞ、2点返せるのかないやこういう時に限って秋山投手ですからね。はい、やばいな。外野で、まあファイターズの太田さんとか欲しいですね、めっちゃ。さあ本気出してきます。もったいないな。あ、振っちゃった。あーボール球だ、やばい。これは本当と真面目にやらないと、まあ、いつも真面目にはやってますけど本気出す感覚でいかないと本当勝てないですね多分。危ない、今ファールになってくれてよかった。よく見ましたね。まあ勝てるでしょう、頑張れば。
いや本当ね、勝率9割に上がってからストライクゾーンで勝負してくれ、まあ、してくれますけど、ナイスしてくれるんですけど、なんか感覚的にはあんまりストライクゾーンで勝負してくれな、してくれないなっていう感覚はありますね。あ、もったいない、あ、喋ってたら、あ、よし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 、あのカーブはストライクゾーンには入れてこないのかなと思うんで、詰まった、あー、ギータ、ギータが全然最近打てないんですよね。これ一発くれば嬉しいですけど、ストライク、あー、もったいない、今な振りに行ってもよかったな。よし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 、今のはもったいない、よっしゃ、あ、え、あ、あ、落ちためっちゃ振り遅れましたね。インコース高めを流すっていうパワーがあるから行くんですかね。ストレート来い、ボール球ですかね。いやー厳しいですね。あ、振っちゃった、あーあー、ホームラン1本ですね。基本、ツーシームはボール球に逃げるような配球してくる人が多いのかなっていうイメージですね。結構何投げていいか分かんないですね。何でもさっき打たれちゃったような感じしたんで、どうですかね、もう一球これ打たなければ、はい、これで多分、打ち取れるんですよ今の一球で。あ、あ、あぶねー、まあ、ボール球の同じような変化球のまあ見せておけば、まあ、こういうスライダーとかも、まあ、振ってくれるかなっていう感じではあるんで、まあ、勇気を持ってストライクゾーンにカット投げるとかっていうのはかなり重要かなと思います。まあ、その後にもつながってくるんで、スライダーを振らせるにはやっぱりボール球で他の球種で見せていくとかっていうのは結構重要なのかなとは思います。でここで2ボールでスライダーをインコースに投げると打たれるんですよね。なんであんまり安易にストライクゾーンでは勝負はしない、それであればフォアボールでいいかなっていうぐらいな感じですね。危ねいやー、どうしようかな、ストレートいっちゃいますか。フォアボールでもいいです、最悪。はい、バッターボックスには代打の森。小宮山さん、ここでの追加点は阻止しなければなりませんよね。まあ、ここですよね。全球スライダー勝負でいきます。まあ、だいたい代打の1球目って振らないんですけどね。よし、いやー今のがセカンド菊池選手だと多分ゲッツ取れてるんですよ。ここら辺の守備の違いが結構あるんで、いやーやばいですね。大田大志選手欲しいですね。まあ、守備もいいんで欲しい選手の一人ではあります。まあ、ファイターズでもありますし、ちょっとコントロールが乱れてるな。ケイ、お、抜けた、うわー、お、取った、ナイス。
ばいな。うおーマシソン、まあツーシーム狙いですかね。詰まるのも嫌なんで。やっぱりストライクゾーンには投げてこないんですよね。もう3球目って一番分かんないですね、何投げてくるかっていうのが。オッケー、ああかなり読んでたんですけどね今のは。やばいな、負ける。レアード打ってくれ。あ間違った。うめえ。オッケー、勝負強さ見せる。ナイス、めっちゃ気持ちいい。すいません、ちょっと仕事の無線が入っちゃいました、ね。休憩中に撮影してるんでね。あー振っちゃった、危ないな、指が離れた。いやーですよね、ちゃったな。これでヒット3本なんで、しかもホームランも打ってるんで、打たれなければ勝ちですね。まあ最悪同点でも勝ちっていう感じですかね。なんでどういう配球でいくかは決めてません。いやー勝ちに来ますね、どうしようかな。意外とフォークのここら辺投げるフォークとかって打たれないんじゃないですか。打たれますよね。あーやっちゃった、やばいな、やんなきゃよかったあーもったいない、マジか。うーんどうしようかな、これは、まあ、ゲッツーもあるんで、今の振らない、すごいですね。これで振ってくれればよしよし、ゲッツーはよし。いやー、あの1球あのフォークはちょっと悔やまれますね。ドリス、しかもドリス、うーわ、あれドリスってスプリットありましたっけ。やばいやばいやばい、スプリットありますね、やばいな。OK、 見ていく。 OK、 やった勝ちましたね。せっかくなんでいっぱい打ちましょう。危ない、いやーいい勝負でしたね、危ねえ。OK、 これで100位以内とか入んないですかね、110位ぐらい、107位ですか。 OK、石川投手いいっすね、いいっすねって言ったらちょっと怒られそうな気はしますけど、まあ、シリーズ2の石川投手はツーシームがなくなって
まあ、リアタイではかなり打ちやすくなっちゃってるのかなって感じなんで、そこまで僕としては苦手とはしてないですかね。お、超人、称号で超人ついてますね。やっぱあの西川選手はリアタイでこそ生きる選手だと思うんですよね、個人的に。やっぱこの足の速さっていうのはやっぱ魅力的なんで、一塁にいられるとやっぱりすごい嫌な選手の一人かなとは思いますね。やばい、じゃあこれでK、たまにああいうフライでも、エラーする時とかありますからね。めっちゃ悔しいですけどね、打ち取ってんのにみたいな。 K、 目標はそうですね、1回裏コールドゲーム勝ちで、目標はでかく大きくいきますか。ただストライクゾーンにどれだけ投げてくれるかなっていうのはありますけど、これで西川選手は盗塁出てますね。 OK、もう正直1球目からいつも走るんですけど、まあ、アウトでもいいかなっていう。あ、キャッチャーの交代ですかね、もしかしたら。ですね、これでも走ります1球目から走ります。 OK、 一番いい結果ですね、ボール球で振らずに。 OK、ここで走るかどうかって言われると走らないですかね、ちょっと古田さんなんで。え、アウトか、抜けたかと思った。 OK、 まあ、向こうは閉鎖を狙っていると思いますから、順調にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、あ、全然コールド勝ちとかできなかったですね。まあまあでも1点取ってるんで、これで抑えればいいだけなんで。まあ結構最近は山岡投手も打たれますね、やっぱり。まあ、だんだんなんか目が慣れてくるというか、そんな感じなんですかね。 OK、 まあ、シリーズ2の山岡選手もタイピンチがついてるんでかなり欲しいんですけど、まあでもどうかなっていう、まあ、リアタイのみの話で言うと、A ランクでもまあ間に合ってるのかなとは思うんですけど、タイピンチはでも強いですね。どこにボール飛んでたんだ。よし、 OKOKOK、 ヒット2本で何打数ですかね、4打数2安打なんで打率は上がりますかね。よし、これで勝ち星5個。 OK、 これで100位以内ですね、とりあえずは。まあでも12月21、22、23とリアタイができないことを考えると、かなり順位を上げていかないと、まあ、25日100位以内は間に合わないですかね、下手したら。
おっと、また石川投手、いや勝率が9割から上がらないですね。9割3分3厘まで上がらないですね。まあ、でも昨日も1回負けて、まあ、大体10戦に1回は負けるんで、まあ、30試合の中では、まあ、3回以上は負けるのかなって感じなんで、9割を保てるかどうかギリギリのラインでやってるんですけどね。おーっと振り遅れた、危ない、ファウルでよかった。あ、ボールか、一瞬ストライクかと思った。選球眼持ちの西川選手、ナイス。これでもうほぼ実質二塁打みたいなもんなんで、あ、でも、あー古田さんなんですね、キャッチャーが。これまた走りにくいですよね。多分ストレートで来るかなと思うんで、来ない。打っちゃった。うわいや、今のは振りに行かないで盗塁させた方が良かったですね、完全に。次ストレートですかね。ですよね、そうなる。いや、そうなっちゃうんですよ。もったいないな。まあまあいいでしょう。これが3球目。ケイ。いや、ギータ、本当ギータ打ててないんで、ここで1本本当欲しいです。なんでこんなに打てないんですかね。曲がってくる。それと怖い。よし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 。ようやく、なんか全然ギータでホームラン打ってなかったですね。ヒットも全然打ってないような気がしますもん。今のボール球だったんですかね。結構 iPhone だと、iPhone で撮影してると音がちっちゃくて、あの打つ時の音とか全然聞こえないんですよ。あ、危ない。なんで、まあ、音で大体判断できるじゃないですか。それができないんでね。いや、ギータナイスですね、本当。ああ、もったいない。うん、まあまあまあ。まあ、打率よりもやっぱり勝つことが大事なんで、まあ、しっかり勝ちにいければ問題はないのかなと思うんですけど。いきなり縦カット使っていく。いや、こうなるんですよ、やっぱり縦カットって。やっぱ縦スラのイメージがあるからですかね。変化量が大きいっていうのがあるんで、どうしてもやっぱりポップフライになっちゃうんですよ。なんですけど、あれはもう試合で、まあ、1球しか使えないですかね。初球で使うっていうのは正直もう、ないかなと思うんですけど、まあ、使っちゃいましたけど、できればここぞっていう場面で、まあ、もちろん打たれる時もあるんですけど、ここぞって場面で縦カット使っていくっていうのはいいですね、やっぱり。ケイ、はい。いや、ギータの一本ですごい気が楽になりましたね。お、いや、やっぱこうなるんですよね。本当勝率が9割超えてからすごい多いんですよ。まあ、いいのか悪いのかって言ったらいいんですけど、まあ試合も早く終わりますし、いいんですけど、まあ、もうちょっと1試合対戦、まあ、2回表、
までは攻めてやりたいなっていうのはあるんですけどね。とりあえずはどうしようかな。この試合でラストでもいいんですけど、まあ、もうもしかしたら 2,3 試合ぐらいやるかもしれないです。おっぱいの会たまに名前で全球ストレートいきますとかインコースしか打たないですとかっていう名前があったりするんですけど、まあ、大概その通りではないですよね。いきなりストレートしか使わないですっていう方でいきなり変化球から入ってくる方とかもいるんでね、あれはちょっと、まあ、すごい面白いんで、そういうのはどんどんやってくれたらいいのかなと思います。そこら辺で駆け引きがねもう始まって、もうそこから試合が始まっているのかなって思うんで、お、アウト、アウトですよね、はい、今のやつで例えば僕の方がセーフで相手の方がアウトとかっていうのはあるんですかね。よし、ケイーンをアンダーに抑えた。高知支部北海道支部とか作っちゃっていいんですかね北海道支部があったらぜひ入りたいですけど、そこにいきなり初球でストレート、うわちょっと今までないですね。今のはよく見ましたね。ありますけど、あることにあるんですけど、びっくりしました。完全振り遅れましたからね。ケイ、やっぱり前よりファールにすごいなりやすくなってますよね。ああいうカットボールとかも。ここら辺がやっぱ多いですよね、インコースの低めとか。あ、振っちゃった。とりあえずは西川選手でヒット打ちたい。そしたら気が楽になる。あー、お、いやーですよね。今の守備はセカンド菊池選手でしたっけ。今の山田選手とかだと抜けてるのかな、ちょっと分かんないですけど、さすがの守備範囲ですよね。いやー厳しい。菅野選手は本当に嫌い打てない。もう1球あるかないですね。この3球目なんですよ、一番の鬼門っていうか狙いに行くかどうか迷うんですよね、いつも。まあ、ストライクゾーンに来ればまあ振りに行くかなと思うんですけど、難しいですねやっぱり。やばい、ノーヒットだ。やっちまった。早く反応しすぎちゃうんですよね、なんか。いやもったいないですね今のは。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。小宮山さん、ここはしっかり抑えていきたいですよね。最後まで目を離せないですよ。ふう、眠たくなってきましたね。よし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 、やっぱファーストはロペスさんですよ。やっぱりあの守備はすごい。まあ、正直なんですけど、まあ、中田翔選手はファースト B でもいいんじゃないかなってすごい思うんですけどね。なんかよく、あ、危なかった。まあ、ファイターズはすごい冷遇されてるみたいな感じで言われてるんですけど、まあ、あとはあれですね、西川遥輝選手の走力が1下がるっていう、
なんで走力が下がるのかがちょっと疑問なんですよね。盗塁を取ってて、いやーなんでなんですかね、わかんないですけど、ファイターズ、まあ、自チームファイターズとしては結構厳しいですね。やばいやばいやばい、真面目にやろう。あー、いいとこ行った。ケイ、よし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 。いやー打てるかな。いや早く振っちゃうんですよ本当に、超もったいない。いやもったいないな、今のチャンスボールでしたね。あの1球しかないんじゃないですかね。うわ入ってくる。ナイスカット。あぶねー、入っててもおかしくない。あーもったいない、もう絶対カットで来ると思ってたのにタイミング合わなかった。ケイ、あ、一本出たらちょっと気が楽になりましたね。ナイスですね今のは。まああわよくばホームランの方が良かったですけど、一球で終わっちゃうんで。走らないですよ、ランナーは大事にしたいんで。いや入りますもんね、一瞬ちょっとボールかなと思ったんですけど。あとは見せ球の使い方ですよね。見せ球、うまい見せ球を使えるかどうかによってかなり変わってくるのかなって。よっしゃ、やっぱりの回ありがとうございました。なんか最初坂本選手もホームランあんまり高弾道の割には打てないなって思ってたんですけど、割とリアタイで最近ホームラン量産してるんですよね。あー、くしゃみが出ました。あ、岩隈さん、ん？リアタイだと初めてですかね、初めてか2回目かぐらいですね。おー、やばいですね、ワールドスター対決ですよこれは。めっちゃ面白いですね、しかも東日本の方リボンついてますね。これは勝ちたいですね。うわ、めっちゃ楽しい。この投げ合いちょっと日本で見てみたいなとかすごい思っちゃいますけどね。いやもう本当一点勝負になるのかなと思いますね。え、取れないんだ今の。カットボールちょっとこれやばいかな、打たれるかな、危ねえちょっと今のは安易でしたね、危ない。
やばいな、キレついてないのかな。ついてない。どうしようかな。まあまあ打たれないことを願ってこれ投げるしかない。よし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 。これ少し遅いボールを、よし、え、よしじゃないの、全然意味ないんですよね。よし、ゲッツ。よし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 。ギータ、松井選手、山田選手、めっちゃ相手にしたくないですね。おおー、ラッキーですね。岩隈投手はスライダーとカットと、あと何ありましたっけ、フォークでしたっけ。多分そこら辺を注意しておけばいいのかな。 あとシュートですかね。よし、危ねー。いやー、しかも極まってるんですね、岩隈投手。やばいな。やっぱり極めてる投手使ってくる方はもう強いですね。こっちのスプリッツががっつり下がっちゃうんで。テイ、え、遅い。おお。あのシュートすごい球速遅いんですね。びっくりしました。あ、もったいない。あー、ボールだったかな。ちょっと走っちゃいます。よし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 。ノーアウト1、2塁。これはやばい。ケイ、まあ、浅い、ああいうフライでも西川さんだったらガンガン走っちゃいますからね。あ、あー、もったいない。まあ、1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。ケイ、ちょっと振る予定はないボールが。OK。 あー、カットか。癖でやっぱずらしちゃうんですよね。まあ、そういう意味ではカットカットボールはやっぱ強いのかなって思いますね。ここでファイターズ守備を変えてきました。ついに最終回を迎えました。追いかけるジャイアンツの攻撃、4番バッター中村。ファイターズリードで迎える最終回です。ここはあんまりストライクゾーンでまともに勝負していくと打たれちゃう。やばいやばい、動かない。え、たまにあるんですよ。あ、やばい、なんかおかしくなってる。あぶねたまにあんな感じで、あの、動かなくなるんですよ、カーソルとかが。いや、焦りました。今のホームランじゃなくてよかった。いらない。変化球外れました。ストライクが入りません。これが4球目。おお、うーわー、狙われてたかな。あー、やばいですね。がっつり持ってかれましたね。ちょっと通信がやばいですね。大丈夫かな。
やこのボール球結構振らないな。3球目いやこれ打たれちゃうかな、このスラーブは。1球ちょっと投げたいですけど。もうボールでもいいです、これは。おお、あんまり頭にないボールだったんですかね。いや結構福留さんにもホームランとか打たれるんですよね。ここはベンチを取るようなピッチングがありそうですね。そうですか。バッターボックスには代打の阿部。小宮山さん、こっちは抑えなければなりませんよね。まあそうですね、同点にされるわけにはいきませんから。これ打たれるかな。しっかり抑えていきたい。ただでも1球だけ見せておきたいんですよ。この後はもう全球スライダーで行くんですけど、全球スライダーです。いやちょっと待てよ、いや、やっぱりスライダーでいきますか。おー、2者連続でしたっけ。あ、違うか。ナイス。多分スラーブ待ちしてるんですかね。ちょっとわかんないですけど、どうしようかな。さっき三振してるんで、これ振ってくれると願って振らない、振らない。うわ、次ギータだったんだ、やばいな。スラーブ待ちしてるのであれば、よしよし、多分スラーブ待ちだったんですかね。危ねー。これで何連勝ですかね。10連勝いきましたかね。まあ大体10連勝ぐらいしたら1回負けるんですけどね。9連勝じゃあ次で最後の試合にしたいと思います。10連勝でちょっと気持ちよく終わりたいですね。武装戦線かっこいい名前ですね。武田選手は苦手の投手の一人です。結構やばい、全然打てない時とかあります。ノーヒットとか全然ありますからね。まあ、最近で言うと本当下手したら1番2番ぐらい苦手な投手ですかね。打っちゃうんですよ、なんかどっちか分かんないんですよね。わかるって方もいるんですけど、僕は全然わかんなくて。うーわ、ちょっと狙いボールだったんですけどね。あ、ナイス。間違った、盗塁じゃないですね。もう一回押さないといけない。ただここでストレートが来る可能性も十分にあるんで、まあそれが西川選手のいいところですかね。もう一つストレートが来やすくなるっていうのが、あ、いや、セーフかなと思った。うわ、もう打てないですよあんなの。わあ、しかもインコースのここ一番打ちにくいです。ね、ただ打てなかっただけなんですけどね。
ントはしないですよ。警戒しますね。ああもう、いや合わないんですよカーソルが、全然タイミングとカーソルが全然合わない。いや本当苦手です、マジで苦手です。なんでこんな打てないんだろう。 OK、勝てるぞこれ。ちょっと負けるかなとちょっと一瞬思っちゃったんですけど。でも2本3本打ちましたね。ヒット3本を1回に打てば、まあ、割と打率も下がらないで下手したら上がるとか、1回っていうのは1回表とかで打てば。特殊能力もつけてきてますね、しっかり。やっぱりリアタイは特殊能力めちゃくちゃ大事ですからね。まあ、守備とか本当は新庄さんをレフトに置きたいんですよ。右打者のこう引っ張る時のああいうので、まあ、遅いのが多いんでレフトに置きたいんですけどね。どうしても西川選手がいるんでそこはうまく配置ができないんですけど、まあ、今の形が一番いいですかね。それかセンター丸選手とかでもいいんですけど、まあ、A ランクとか本当今まで1枚も来たことないですかね、下手したら。それぐらいな感じで来てないんで、まあ、秋山選手でも全然いいんですけどね、使いやすいですし。ただ丸選手は特殊能力つければ高弾道からパワーヒッターですかね、なるんでかなり魅力的ですよね。めっちゃ強い選手だと思います、本当に。うわー、2球で追い込まれていく。うん、えできれば抜けてほしかったですけどね。もう打てる気がしないです、本当に。ほう、ちょっと待ってください。真面目にやってるんですけどね。ボール球なのかどうかすらも分かんないっていう。振り遅れた。やばいな。ケイ。いやいいですね。アニバーサリーで。まあ、正直西川選手と丸選手とでどっちを取りに行くかっていうのですごい迷って、結局はまあファイターズの西川選手にしたんですけど、でアニバーサリーでいうと西川選手、糸井選手、北条選手でしたっけ、阪神のとか、あと菅野選手とか、そんな感じだったんですけど、まあできればそこに丸選手がいてくれたら一番最高だったかなっていう。あとは坂本選手とか、まあ、僕の場合は称号はできないですけど、アニバーサリーの坂本選手だと称号でパワーが A 乗るんですかね、多分。そんな感じだったんで、まあ、欲しかったんですけどね、まあ当たらなかったんで持っては、ね、いないんですけど、まあ、西川選手にして正解でしたかね、多分。丸選手じゃなくて、まあ、好きな選手の一人でもありますしね。はい、ということで10連勝ですね。まあ、次ぐらいでまた20連勝いかずに負けちゃうのかなとは思うんですけど、ここまでご視聴いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。